ははい、えー、皆さんこんこにちはサンンンソチャネきのう、ユミリーの話題を出したかと思うんですけども、あのご本人からですね若干あのクレームが来まして、あのご本人が使っているらっしゃる香水ですね、これ、シャネルの5番だみたいな感じで、です赤、ね、<laughs> い歌で歌ったりしたんですけれども、あのエルメスのナイルの庭、ナイルのワニとか、なんかそんなようなあの香水を使ってるんだそうです。 いやまあ僕は匂いかけばすぐわかりますけどね。あ、これ横田さん匂いだって、わかりますけれども、まあ、そういう名前の香水を使ってると、まあ、いうことですね。うん、いや、でも結構便利ですよ。あの、裁判所行くじゃないですか。で、あのまあ、廊下があって、で、こう、部屋がありますよね。で、その時に、今日横田さん来てるかなとかさ、あの弁護士ついてると本人行かなくてもいいんで、来てるかどうかわかんないんですよね。 で、廊下まで着いて、今日横んについてるかなと思ったときに、まあその香水のをね、したら、まあ横んは今日着てると。まあいうことがわかるんで、結構これは便利というところでございます。ね。えー、ナイルの庭ワニまあか、そんなような香水だということで、まあちょっと訂正させていただきます。で、今日の話はですね、こちらですね。はい。えー、まず今日の事件ですね。あの、まああんまり目についてはなかったってなかったんだけど、 えまず令和3年は1339049部の事件ですね。これ、桜高虎さんっていうあの、なんていうの、ハチスロかなんかを専門にしているユーチューバーの方ですね。で、この方は KDDI を訴えての発信事業改正の記述がありました。からもう1件は令和3年は17978ですね、民事23部ですね。これも発信事業改正なんですけども、高田一樹さんっていうですね、ラファエルの会社、キーっていう会社の元前社長ですね。 がソフトバンクを訴えている柱上化請求の期日があったということですね。まあ、このあたりがちょっと目についたかなという感じですね。で今日はですね、こちらですね、立花隆さんが Y さんという方を訴えている損害賠償請求事件ですね、令和3年和の871人ですね、民事一部の事件ですけれども、これについてちょっとお話をしていきます。でこれ、なんで見に行ったかというと、その福永克也先生の,その開示費用だよね。 これどうやってんのかっていうところで、ちょっと興味があったんで行ったんですよね。ただ、結果的には、マトリウケルスは空振りでした。ただ、これ、なんかどうなのとか思ってたんですけどもあの、結構意外に面白そうな事件なんだよね。次回は来週の火曜日かな。10月26日が次回ということです。これは伝論準備かなんかだと思う。だから、傍聴できないと思いますけどね。 でこれ城開示請求で開示されて、今、損害賠償に至ってるんですけども、いや、これもう、立花さん、の悪勝でしょうと思ってたんですけど、意外にね、なんか、うん、被告が善戦してるというかね、あの面白くなってるところです。はい、で、これ、立花さん、本人訴訟で訴えたんだけども、え途中からですね、第1回高徳への期日の前かな、に、もう山本真志郎が代理になってるということですね。で、被告のはまは、まあ、これは木下哲郎先生なんかが代理になってる。 問題になっている書き込みは、こっちですね。去年の10月10日ですけども、結局、立花隆や後藤隆、この人知らないけどえ、みたいな極端なやからを世に放つと、免疫やらが風評被害食うだけなんだから。ね。あ、やっぱり精神病の人間は隔離しなきゃダメだって。山有合園の犯人だって強制入院させられてるからね。上え、上滅隆だったか。こんなこと言ってるわけですね。で、これさ、その、精神病とかさ、 言ってるしそれから山百ゆり園の犯人って、これなんかこう、人いっぱい殺した人じゃないですか。でそういういになどええなぞられてるわけですよねなんで、いや、これも問題なくアウトでしょみたいな <laughs>、思ってたんですけども、あの結構ね、答弁書というか、福岡の事務所に見てるといや、そうでもないのかなとて気は若干してきたんで、まあ、その話をしてます。 でこれ4月5日提訴して、えー、まあ、提訴してできない本人訴訟で5月31日に山本真章に任しています。請求額300万円。これは高いね、うん。まあ、30万円認められたら大したもんだと思いますけどね、これくらいだと。まあ、言って20とかじゃないですかね。えっ、ー、と、7月13日とかに事務所を目指してるんだけども、えっ、ー、と、立花隆さんって平成30年に 自分が統合失調症で、相うつ病と診断されていると、まあいうようなことを言ってるらしいんだよね。なんで、精神病であるということ自体は事実らしいです。で、まあこういうのって、まあプライベートとかいう話になるのかもしれないけど、まあ、政治家なんでね、まあ、政治家のこういったあの、特に精神の病気に関して指摘するっていうことに関しては、やっぱり、うん、どうなのとは思いますよね。 それが違法なのかっていうと、中微妙なところなのかなという気がします。なんでまず精神病が実だっていうことみたいなんですね。ただ、10月22日の事務所面ですね。これ、えー、のところで、まあまだ陳述しないと思うんだけども、この引用の部分ですね。えっと令和元年9月19日あのに配信した youtube かなんかのところでだって。バカな国民ほど子供を産むから、えー、バカな民族というかね。だから、そういう人たちで甘やかしたらどんどん子供を産むから。 人間の天敵はいないから、結局人間を越さざるを得ないっていうのが戦争だと思ってる。ある意味、ものすごい大雑把に言うと、そういうアホみたいに子供の民族がとりあえず虐殺しようみたいな。ある程度、賢い人だけを生かしておいて、あともう虐殺して、といったような発言をしたと、まあ、いうことみたいなんですね。うん。まあ、それを、まあ、事務所の中で指摘しているということなわけですよで。そうなってくると、その、虐殺すべきだみたいなことを言ってると。 いうことだと、この山ゆり園の犯人だっていうふうになぞらえてると、まあ、いうことが、受人限度を超えてるのかっていうふうに言えるかどうかなんで。しかも政治家だからね。ということで、あのまあ普通の人にこういうことを言うと多分もう完全にもう一発アウトみたいな話なんだけど、えー、本人が政治家で,で、しかもこういう発言もしていると、まあいうことになると、なんか政府になってくる可能性も結構出てきたなと。まあ 話としては面白くなったかなっていう気がしますね。ええー、そうなんだと。まあいうのが率直な感想でございます。からともう一個言っておくと、えっ、ー、と、こちらですね。この経緯なんですけども、立花さん本人訴訟でやってるんですよ。えっ、ー、と、解消文の方は令和2年4-3307ということで、去年の11月26日に決定を受けてます。これ、えっ、ー、と、ツイッターですね。からと、えっ、ー 発射条改正級も令和3年は337という形で、これ民事50部の事件ですけどね。あ、ちなみに仮処分はこれ民事9部の事件になります。あの保全の係なんでね。これはもう仮処分は絶対9部で、民事9部になります。で、発射条改正級の本訴の方は、まあどこに割り当てられるかわかんないんだけど、今回は50部の担当ということで、被告は豊島ケーブルの事件だったんですね。で、こちらも本人訴訟で勝ってるんですよ。で、 えー、名前を割り出して損害賠償に来てるわけなんですね。で、そうなってくると、えー、立花隆さんって、福永克也に依頼して、3人ぐらい名前を明らかにしてるんですよね。で、まあ、多分そのうち2人ぐらいは、多分あの人は何人だろうなっていうのがあるんだけれども、まあ、そこで当然さ、 福永先生に払った、その開示費用ですよね。あの、ハーチューの場合は開示費用1人66万じゃないですか。で、立場の場合はちょっと違うらしいんだけれども、まあその開示費用を、あの、上乗せして請求しているわけだよね。で、今回は自分でやってるから、上乗せできないわけですよ。まあせいぜいイン次ぐらいですよね。まあ大した金額じゃないですよ。ただそうなってくると、あの、ハーチューの住民所面にはどう書いてあるかっていうと、 その柱状改正給っていうのは、その知識も必要だし、すごい複雑だと。だから、弁護士に委任せざるを得ないんだと。なので、このかかった費用っていうのは、これ、因果関係のある費用なんだと。だから66万を割らせるんだっていうようなことを書いてるわけですね。そうすると、この立花隆さんの場合、こうやって実際に本人訴訟で仮処分もやって、それで本訴もやって、開示してる事案があるわけじゃないですか。と、立花さんの場合、 例えば、えー、1人特定することで50万払いましたと、まあ、いう事実があったとしても、それって因果関係あるんですか、本人でやろうと思えばできたんじゃないですかということも、なんか、答弁として言えてしまうんじゃないかなという気がちょっとしましたねというところでございます。ってところですね。あと、皆さんにお知らせなんですけど、ま,あ、またあの、ちょっとあまり見せられないんですけど、こちらですね。あの福永克也先生にです、ね、1月にあの懲戒請求させていただいたんですけれども、 それの答弁書がですね、ようやくう来ました。10月19日付ということですね。12ページです。でこちらはですね、著作権法40条の適用がな,くないので、これ、福永先生の著作物なんですね。なので、これをアップしてしまいますと、まあ、著作権侵害ということで、損害賠償請求されるわけですね。問屋さんがこれやって2万円取られてるんだけども、あれは、もう陳述予定の訴状なわけじゃないですか。 で陳述されちゃえば、これも著作権法40条で、も完全にフリー素材なんですね。だから、陳述までのわずかな間だけ違法だったというだけなんで、2万円で済んだんですよ。ですけど、こちらの懲戒請求の場合は、これ陳述されるものじゃないですから、<laughs> いつまでたってもフリー素材にならないんですね。まあ、ですので、これ開示してしまうと、過去の判例だと20万円、あの損害賠償を取られたという判例があります。のでえー まあこれ確か太田先生があの貸し取った判例だったと思うんですけど、えーまあ、そういう判例があるので、余計なことしてますね、あの人。<laughs> まあいいんですけど。なので、ちょっとこれは見せられないということですね。なので、ちょっと引用の限度で言っておくと、なんか私のことをですね、なんか、抽象的な発言や誹謗中傷を繰り返しているということで、なんかこう、懲戒制度をなんか乱用的に用いている、まあいうようなことを述べてらっしゃいますね。なんか これ自体なんか誹謗中傷なのかなっていう気が若干したんですけれども、どうなんでしょうかというところでございます。またちょっとね、あの、反論考え、反論出した後かなぐらいのタイミングでいこうかなと思っております。いや、今日実はね、あの、加用マリノさんの開示請求ですね。あれね、ちょっと投げ銭をいただきまして、<laughs> あの、やってほしいみたいなことだったんですけども、ちょっと事案が複雑なので、 まあ、もうちょっとじっくり考えてから、ですねあちらの方は放送したいなと思っていて、まあ今日はこっち、今日あの今日閲覧したいですね、まあ、事件についてお話をしたいでございますで。質問コーナーですね、裁判の引き延ばし戦術に合ってます。事務署名出してこなかったり、対抗手はないですか、なかなかこれ難しいんだよね。まあ、裁判所はいっぱい事件書いてるから、一つの事件あの無理やりせか,かせるっていうような感じにならないんだよね。 で私は山中豊さんと裁判をやったときに、あの弁護士、あの裁判官機器とかで、まあ、散々引き延ばされましたし、あと別の K さんという方とやったときは、今度は移送ですね。移送の申し立てで1年、釘付しましたよ。ということですね。で、山中豊さんにしたときに、その王さんっていう人ですね、まあ、小川正和先生ですね、がこう代理になったんですけど、なんかね、前の日とかね、当日に持ってくんですよ。締め切りって1週間前なんで、 あの普通の人は1週間前に出すんだけど、前の日とか当日に持ってくるんですね。で、そうすで僕は1週間前に来たら、もうすぐに反論書いちゃいたいわけですよ。したら1期ずつ縮まるじゃないですか。なのに、わざと、わざとなんか分からないけど、前日とか当日に持ってきてあの、それができないようにです、ね、されるというようなことをされてましたね。ななかなか対抗手段のです ちなみに一番ひどいのが、あの、浅田舞子ですね。深田萌子と浅田舞子さんで、あの平成24年に訴えた事件、まだやってるんですよね。これもあの、裁判官除籍の申し立てを何,何回やってるんですよね。10回以上やってると思いますよ。それでもう引き伸ばしてるわけですよね。事件としてはめちゃくちゃ単純で、藤井一義さんが経営している会社から1000万回りてましたとで。返せと言われてます。まあ、ただそれだけなんですけどね、えー。平成24年からまだついてると。 いうことですね多分東京地裁で継続している事件で一番古い事件じゃないですかね。今もう平成の事件自体も少ないですからね、あの事件番号が。というところですね。まあでもあの、裁判官に言った方がいいと思いますよ。準備書面ちゃんと出すように言ってくれとか、もう今度出さなかったら決心してくれとか、まあそういうようなことは言った方がいいと思いますけどね。まあでも、どこまでかということですね。不動産鑑定の観点で、土葬ってどう評価するいや、これよくわからないな。 あの墓地の評価ってなかなかね、特殊な評価になりますけれどもね、まあ、仮にさ、その墓地に使わないで住宅建てたほうがいいとか思ってても、まあ、そんな元墓地ってさ、やっぱりその心理的な嫌悪感とかあるし、なかなかこう転用が難しかったりするわけですよね。なんで、まあ、評価はなかなか難しいというところはあるみたいですね。なんかねあの日当たりがいい墓地 あの墓地でやっぱ日当たりがいいところの方がやっぱり人気あるらしいですけどね、という話は聞いたことありますけど、だから普通の,あの一般の土地とかと比べて、着眼のポイントが変わってくると、まあ、いうところはあるみたいです。土葬か仮葬かの違いというのは僕はよく分からないけど、うん、というところですね、どっちにしても転用した場合の心理的な嫌悪感ですね、そういったものはあるだろうなと思います。株主優待に関する豆知識を披露してください。 株主集団ですか、まあ、持っていれば来るんですけど、あの、まあ、基準日っていうのがあって、まあ、その日だけ持っていれば来るわけなんですよ。で、あの、まあ、結構最近やってるのがあの、やってる人が多いのが、その、基準日に持っておいて、それをね、今度ね、空売りするわけですよね。そして空売りしといてえ、もう基準日通り過ぎたらすぐにですね、それ全部決済する。まあ、いうことをやると、 えーまあ、優待がただでもらえると、まあ、いうのがあるんですよね。ただ、まあ、あのこれやると、逆ひぶっていうですねその品資料ですね、空売りって要するに株を借りてきて売るって話なので、その借り賃ですね、これが高くなってしまって、まあ、優待よりも高くなると、まあ、いうことがあり得るので、お気をつけくださいということですかね。東京調査場所に関する豆知識を披露してください。あん な,ないですけどねあの最寄り駅は有楽町だって知ってる人は結構少ないですよね。あの地下鉄へ行くときには霞ヶ関が一番近くて、で丸の内線と日比谷線と千代田線が通ってるんだけど、まあ、丸の内線が一番出口に近いです。ね、あとね、えー、有楽町線の桜田門ですね。これも、ここからも歩いて5分ぐらいで作ります。けれども、JR の駅からだとあの有楽町からあの歩ける。 ですね、なんで、先ほど出てきた小川正和先生とか、あるいは高橋雄一郎先生なんかは、この有楽町から歩いてるみたいですよ。私もそうしてます。と、はい、いうところですかね。あと、地下にすき家が入ってるというのは、前言ったよね。山口酸素に関する豆知識を披露してください。いやー、特にないっすね。なんかあります。あの、不動産鑑定士試験に受かってますとか、そのくらいですよね。なんかはい なんかすごい特技があるとかいうわけでもないですね。不動産鑑定士の試験には役に立たない豆知識があれば教えてください。いやそ役に立たないんだったら意味がないじゃないですか。<laughs> っていうところですかねあの。昔は早稲田大学が会場だったとか、そんなとこ話ですかね。あと、ビッグサイトが会場になったこともあって、それから1回だけあの砂防会館っていうですね、あの永田町にある。 まあよく政治家なんかが使うところがあるんですけど、そこは一度会場のところは1回だけありますね。JR 南部線の豆知識。これはあの昔貨物鉄道だったんだよね。で、今でもなんか貨物がよく走ってるらしいですよ。というようなところでございます。はい、えー、そんなところです。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントと投げ銭の方をお願いします。どうも、おやすみなさん。